それでは今回から第9話になります。第9話は中世ヨーロッパっていうやつをやろうと思います。中世ヨーロッパ、中世っていうのは真ん中の模様と書いて中世というんですけど、聞いたことが、よく聞きますよね、中世というのは。どういう時代かというと、あんな感じですね。私が小さい頃、小さいというか小中学校の頃、あるいは現在もありますかね、ドラゴンクエストってありますよね。ああいう感じで、武器を持って鎧をまとって、そして魔物と戦う、魔物は実際はいないわけですけれども、ああいう世界観ですね。しばらく歩いたら村があって、宿屋で一休みをすると、そして次の町へ行くのに、例えば森や深い森や、それや荒れ地が広がっていて、道があって、心細くていかにも魔物がいそうな、そして魔法使いとか魔女とかが実際に信じられていた世界、ああいう感じの世界観がやはり中世ヨーロッパの世界観ですね。この中世ヨーロッパというのは、書いていきましょうね。第9話、十字軍までの中世ヨーロッパの前半を扱いたいと思います。で、この中世ヨーロッパね、どういう話から進めるかというと、76番目のお話、というお話をします。話は戻りますが、中世ヨーロッパどういう時代かというと、具体的に言えば ローマ帝国滅亡からルネッサンスの始まりまでの約1000年間の世界を言います。この間、1000年間というからかなり長いですね。例えば西暦の1年から現在が2014年ですか、西暦の最初から2014年、だいたいこれがこの時代だとしたら、半分の半分、500年から1500年ぐらいまでが、大体これが全部中世っていうことができます。ね、中世です。非常に長い、この西暦の半分を占めているのが中世であるということですね。世界観としては、先ほど申し上げましたように、ドラゴンクエストとかロールプレイングゲームによくあるような世界ですね。まだ強力に統一的にその地域を支配する国がなくですね、その人々はその割とこうスカスカというか、このここからここまでが国境というわけではなくって、いろんな勢力がいろんなように支配をし、そして、町や村が点在するというような、そういう時代であるということです。
じゃあローマ帝国滅亡からって書いてありますが、ローマ帝国はどういうふうに滅亡していったかっていうところから話をしていきたいと思います。で今回登場するのはゲルマン人っていう民族ですね。バルト海沿岸地方にいた民族、これがゲルマン人ですね。バルト海とはこの辺りがバルト海ですので、この辺りに、ゲルマン人が初めていたということですね。で徐々に、じわじわっとゲルマン人はヨーロッパの中に今入っていくわけですね。でヨーロッパには最初ケルトという民族がいましたが、このケルト人を圧迫しつつ少しずつヨーロッパの中に侵入しています。でローマ帝国を作った民族はラテン民族ですので、今ゲルマン人やケルト、ラテンっていうのがこのヨーロッパにいるということです。一回消して、この地図また使いますので、今はこのゲルマン人がバルト海沿岸に住んでいたよっていうことを知っておきましょう。フランスやイギリス、イングランドにいたケルト人たちをじわじわとライン川、この辺ですね、ライン川から黒海、東ヨーロッパ、トルコ方面まで、進出していたということです。で、この古い時代のゲルマン人っていうのは当然、このイタリア半島周辺、この手から下のラインにはでっかいローマ帝国があるんですが、ローマ帝国から見たら超田舎者ですね。このゲルマン人の暮らしっていうのを、あんまりこうアルプス山脈の向こうだから、ゲルマン人のことをローマ帝国の人々はあまりよく知らなかったんです。ただゲルマン人のことをローマ帝国に紹介した人がいますので、そのことをお伝えしましょうね。
さんはガリア、フランスに兵を出した時に、まあ、ゲルマン人のある部族と戦ったり、ある部族と協調したりとか、そういうことをしたので、その戦いの戦記の中で、ゲルマン人っていうのはこういう人ですよっていうことを書いた。そしてタキトゥスさんもゲルマニアという本で、ゲルマン人たちはこういう人たちですよっていうことをローマ帝国に紹介したわけですね。ローマ帝国の人々はアルプス山脈の向こうにいたゲルマン人のことをあまりよく知らなかったから、ガリア戦記やゲルマニアという文学が、そういったゲルマン人の暮らしについて、その書くことで、ローマ帝国の人たちはゲルマン人に対する知識を得ることができたということです。で、これがね、ごっちゃになります。カエサルのゲルマニア、タキトゥスのガリア戦記のように、ごちゃごちゃにされてテストに出ることが多いので、超簡単ですが、これは間違いないようにしてください。よく例えば北京原人非のようにこうジャブとしてよくこの問題出てきますのでね、よろしくお願いします。じゃあこの時代のねゲルマン人、ここに住んでた頃のゲルマン人っていうのはどういう暮らしをしていたかっていうと、重要な問題は民会という組織があって、民会で決定してたよ、あるいは狩猟や、平民奴隷の区別があったよとか、あとは主に狩猟、狩りを行ったり、牧畜を行って生活をしていたということが、ガリア戦記やゲルマニアから知ることができます。そして、いきます。この時代、ゲルマン人たちは、傭兵やコロヌス、小作人として平和的にゲルマン人はローマ帝国の中に入っていくことはありました。しかし、ある時突然ゲルマン人が大移動をぐわっとして、そのうわーっとゲルマン人がヨーロッパをこう通過していくわけですね。ゲルマン人の大移動が始まってですね、そしてこのゲルマン人の大移動でうわーっと体の中をこう通っていったこのローマ帝国が、その混乱の中で滅亡したということです。はい、行っていきましょうか。じゃあこのゲルマン人がローマ帝国南に向かって大移動を始めます。それはどういうことかというと、いきます。はい、
それは何かと聞かれたら、東からフンっていう人々がやってきたわけですね。フン人による圧迫があったっていうことです。フン人はもっともっと東、この黒板に張り切らないくらいずっと東の民族であったのですが、それが突然、西にやってきて、ヨーロッパの近辺まで、迫ってくるわけですね。いきます。ゲルマン人の中にいろんな、ゲルマン人の中でも東ゴート人と言われる民族や西ゴート人と言われる民族がいたんですが、これをフン人がどん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 飲み込んでいくわけですね。で、東ゴート人を飲み込み、西ゴート人を圧迫していくわけです。で、このフン人の王は平さんと言います。大帝国を形成するわけですね。フン人の王はアッティラさんです。で、アッティラさんはもう突然ゲルマン人を後ろからボーンって襲ってたわけですから、ヨーロッパ人、そのゲルマン人から見れば非常に怖い存在として知られていますね。で、アッティラさんね、こうでしたかね。アッティラさん、その肖像のレリーフがあるんですけど、かなり可愛くなってしまいましたね。アッティラさんね、ヨーロッパの人たちが考えるアッティラさんは、ここに羊の角みたいな角が生えているわけですね。それぐらい、角が生えている鬼のような存在だ、ね、あいつはこのフンっていうね、お近くの資料集にアッティラさんいると思うので、開いてみてください。角が生えてますのでね、これよりは怖い、恐ろしい顔をしています。このフン人がゲルマン人を後ろからズバーンって襲って、ゲルマン人がビリヤードの球がスパーンって弾けるように、カカカンって弾けるように、ゲルマン人が圧迫に、押されて各地で散らばる、各地に散らばる。その混乱の中、ローマ帝国が滅亡するということです。圧迫、そしてゲルマン人が散らばっていくっていうことです。これがゲルマン人の移動といわれるものです。で、このフン人っていうのは非常に野蛮でね、野蛮なそのこうヨーロッパに侵略してきた侵略者だって、見られていたわけですね。このフン人たちが
本拠地を置いたところに今の粉塵の国と言われる国があるわけですね。どういう意味かというと、粉塵と言うんですけども、粉塵の国って言われる国が今のヨーロッパの国にあるわけです。名前の元になっているわけですね。粉塵の国、ね、ハンガリーのことですね。だからハンガリーは粉塵の国っていう意味です。だけどヨーロッパ人にとっては、粉塵の名前なんて野蛮人と一緒なわけだから、ハンガリーのことをみんな周りの国はハンガリーって言うんですけども、ハンガリー人は自分たちのことを野蛮人と言わない、ね。ハンガリー人は自分たちの国のことをマジャールって言ってます、ね。マジャールと言っている。だけど周りの国はフン族の国ハンガリーと言っているというようなイメージです。さあ、このハンガリーに拠点を置いた粉塵がゲルマン人を圧迫し、ゲルマン人がたまらず移動する、逃げていくよ。はい、まず行ったのはどういう民族かと申しますと、黄色でいきましょうか。まずは西ゴート人ですね。移動を開始したわけですね。粉塵に押されるようにしてゲルマン人の西ゴート人が移動していったってことです。西ゴート王国を、はい、場所が大事です。イベリア半島に建国したわけですね。はい、次々と移動を開始するわけです。はい、次、一度飲み込まれた東ゴート人、これは復活をして、イタリア半島に建国をします。東ゴート人ですね。まあ、以下同じなんですが、東ゴート人は西ゴート人黄色で書いて、
東ゴート人はじゃあこの色にしましょう。お東ゴート人、この辺からですね、イタリア半島に建国していきました。はい、バンダル王国ですね、バンダル人、はい、バンダル人は、はい、まあ、フン人たちが怖かったんですかね。アッティラさんが怖かったのか、えらい距離を行って、ね、あここまで来たらね、もうゲル、フン人たちは追ってこないだろうと思って気づいたら北アフリカだ、非常に長い距離を移動したことで、知られています。さ あ, 次行きましょうか。ブルグント人ですね。青でいきましょうか。はい、ガリア、ガリアとはフランスのことなんですが、ガリア東南部に建国します。はい、まだまだ行きますよ。そして、ランゴバルド人ですね、以下同文でランゴバルド王国、イタリア北部、何色がありますかね、黄色、緑、オレンジ、もう一回赤を使いましょうか。ランゴバルドですね。ランゴバルド人はこういうような感じです。はい、次々いきますよ。そして、アングロやサクソン、
アングロ人やサクソン人たち、これが国ですね、アングロサクソン、イングランドですので、海を渡るわけです、はい、そして、最後ですね、もう一回、何か使える色はないかなと思うと、もうあまり残ってないですね、色が被らないようにしたいですが、もう一回緑あたりがいいですかね、そして決定的なのがフランク人ですね。これはフランク王国をガリア北部に建国します。はい、このようにいいでしょうかね。フン人がゲルマン人のゲルマン人たちを圧迫して、そしたらコーンとビリヤードの弾が弾けるようにゲルマン人の諸民族がわーっとこう移動したと、移動したというよりは逃げ失せたという感じですね。で、その混乱の中でもうこれはローマ帝国の内部をうわーっといろんな民族が走り抜けていったがためにローマ帝国は滅びたよということです。さあね、そしたらね、このゲルマン人を追っかけていったフン人たちはどこまで行ったかというと、もうこれ書かなくていいですよ。アッティラさんはたちはこのフランスの、まあ、北部というか北中部といいますか、ここまで行って、それで、ストップ、ここまででストップです。カタラ・ウヌムの戦いという戦いがあり、フン人の西精神はここでストップをしてしまいます。まあ、ただ圧迫しつつずっと移動をしてきて、いろんな民族が移動している。そしてこの混乱の中で、西ローマ帝国ですね、ローマ帝国はゲルマン人の王とアケルという人物により滅ぼされるわけです。はい、このようなお話をしました。
フン人がゲルマン人を圧迫し、ゲルマン人がわーっと散らばっていく、その過程の中で、このローマ帝国、西ローマ帝国ですね、今、西ローマ帝国の中をいろんな民族が通り抜けていく、その混乱の中で、西ローマ帝国はオドアケルという人物により滅亡、そして、圧迫した党のフン人たちはカタラウヌムの戦いっていう戦いで、これは西ローマ帝国やゲルマン諸民族が寄ってたかってストップ、とにかくフン人は止めないとっていうことで、ストップさせた戦いにより、まあ西に精神は阻止されたということになります。はい、これで、ローマ帝国のその西側ですね、西ローマ帝国は滅び、ヨーロッパは中世に突入します。はい、ここから先がヨーロッパの中世の歴史に入っていきたいと思います。でいろいろ人が出てくるんですが、やはり、押さえておくのはこの3つ。西ゴート人は初めに移動、初めに移動、このバンダルは遠くに移動、そして、このフランクですね、フランクはフランク王国、聞いたことあるかな、次の主役。たくさん民族があって覚えきれない、そういう場合はフランク、西ゴート、バンダル、初めに移動は西ゴート、ね、遠くに移動はバンダル、そして次の主役であるフランクで、その次に出てくるとしたらこのアングロサクソンですね、この4つのその民族をきちんと押さえてください。この4つに関しては移動するその矢印まで、テストに出る、ね、この矢印はどの民族の移動経路を示したものですかなんていうことが出ますので、まあ、図も合わせて把握をしておいてください。今回はここまで、次回はフランク王国の話にしましょう。以上です。